1曲目はオーシャンゼリゼでした。ケンパーハーモニカの音を初めてアンサンブルで聞いた人手を挙げてください。あ、いっぱいいらっしゃいます。ありがとうございます。なかなかないチームかなって思っているんですけれども、鍵盤、私たちが使っている鍵盤ハーモニカは、先ほどねご紹介がありましたように、総称で鍵盤ハーモニカというんですけど、作っている楽器店って楽器屋さんねによって名前が変わります。私たちが使っているのはメロディオンという楽器で、鈴木楽器さんが作っていらっしゃるね。ここのね会社はメイドインジャパンで、全てすごいです。この部品のを作る、機械も全てメイドインで、ご自分のね会社で作られているんですけれども、ちょっとね、皆さんの学校で使っているとかね楽器とは少し作りが違っている感じで、中に金属のリードが入っているんですけれども、そのリードが、少し先が細くなっているので、息が弱い人でも少しね音が出しやすくなっている楽器になります。学校で使っているのは多分普通の太さの楽器なので、ちょっと息がふっと吹かないと音が出ないものなんですけど、割と軽い息でこの楽器たちは、鳴ってくれます。はい、この楽器はアルトっていう楽器になりますね。みんなが持ってるんですね。はい、ありがとうございます。で、色がついてる人と黒い人といるの分かりますか？今日黄色がいないんですけど、黒い鍵盤ハーモニカのは常にね売ってるメロディオンプロ V3 という楽器でございますね。はい、なんだろう仮面ライダーみたいなね。でちょっと色がついている赤とかグリーンについているものはこれ60周年モデルって言って、もうかなりレアになってしまったので、赤と緑はグリーンは売ってないです。多分もう限定色なのでね。はい、黄色はまだ売ってるけど、値段がすごく上がっちゃって いるような感じでちょっとねレアな楽器になっています。音色もね少し実は色によって少し違ったりするんですけれども、まあいろいろ聞き分けてみると面白いかなと思います。あともう一つ私たちがよく使っている楽器、これ私が持っているこれなんですけど、他の楽器よりも小さいの分かりますか？でも今なんか聞いてて低い音がしてたの分かりますかね。それが私が吹いてたこのメロディオンバスっていう楽器なんですけれども、このアルトに比べてもうちょっと低い音を担当する楽器になっています。はい、皆様お分かりいただけたでしょうか？少しね学校で使っているのとも違う楽器になるので、今日は音色を、ね、存分に楽しんでいってください。私たちもいろんな曲をやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。で、後からまたね違う楽器も出てくるので、お楽しみに最後までお聴きください。では次の曲はリンゴの歌をやってみたいと思います。私たちのモットーが皆さんと一緒に音楽を楽しみたいっていうことなので、ぜひ歌えたり手拍子ができたり足踏みしたり踊りたくなったらその場で立って踊っていただいても構わないので、ぜひね楽しんでいってください。ではリンゴの歌です。Thank you.
ありがとうございました。今のリンゴの歌、あの昔懐かしい昭和の、初めの方の曲ですけれども、次もすみません、次の曲も大体同じ頃の、曲です。3月まで NHK の朝ドラでやっていたブギウギっていうのをご覧になってた方いらっしゃると思うんですけれども、それであのリバイバルヒットというか東京ブギウギを今から聴いていただきます。これは服部良一さんという方が作曲されたんですけれども、ドラマでも出てきたかもしれないんですけど、あの作曲者が電車に乗っている時にレール の, あのジョイントの音とつり革が網棚にポーンポーンって当たる音、その音を聞きながらメロディーが浮かんできて、もうあの浮かんできたのを書き留めなきゃっていうんで、あの服部さんが次の駅で飛び降りて、で喫茶店を探してそこのナプキンに書きつけたという、そういうメロディーから始まった曲だということです。ではお聴きください。次から次へとテンポよく曲が移り変わります。聴いたことのある曲ばかりだと思いますので、どの作品だったかなとか、何曲目かなとか、何曲出てきたかなとかっていうのを考えながら、思いながら聴いてみてください。そしてですね、この曲あの演奏してとっても楽しいんですけど、とっても長い曲なので後半が結構きつくてですね、あの最後まで頑張って私たち演奏するので手拍子
歌などで応援してもらえると嬉しいです。それから、ここで初めて、出てくる楽器がありますので、ちょっと変わった音が出ますので、そちらの楽器の紹介もしていただきたいと思います。この楽器はやっぱり鈴木楽器さんが作っている鍵盤ハーモニカの兄弟楽器みたいな感じなんですけども、アンデスと言います。南米の音楽なんかが似合いそうな、音がするんですけれども、皆さんよくどこかで聞いたことあるなっていう曲はですね、どっかで聞いたことありますよね。そうピタゴラスイッチの時に、あれは多分リコーダーで吹いてらっしゃるんですけど、リコーダーみたいな音がする、鍵盤リコーダーみたいな楽器です。途中で1回出てくるので、ぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。
あの鍵盤ハーモニカを吹いてる仲間ですけど、一人だけ吹いてない人がいますね、真ん中にね。刻一点、あの彼は何をしているのか聞いてみましょう。どうぞ。木でできた箱に座って箱を叩いてます。これカホンって言うんですけど、これも南米、ペルーの、民族楽器だそうです。あのさっきのね、あのそうそうそう、アンデスと同じような感じで南米の匂いがする、楽器になります。で、叩く位置によってちょっとずつ音が違うので、こういった、アコースティックなバンドだったりとか、ストリートなんかで手軽に使えるドラムの代わりとして最近よく使われてます。低い音だとこんな、高い音だと場所を叩き分けることによっていろんな音が出せるっていう楽器になります。ちょっとちょっとコンドルは飛んでいくやってみます。ちょっと最初だけ行ってみます。無茶振りしちゃった。即興です。ちょっとシナリオになかったので。ではじゃあ次行きますか。はい、じゃあ次の曲はいいですか。なにわ節だよ人生はです。この曲はあのかの細川たかしさんが1984年、昭和59年に発表して大ヒットしました。あれから40年、私も人生を語れる年代になりました。実はあの私、ここ碧南市で生まれ育ちまして、今日は恥ずかしながら両親と兄夫婦ともう一家総出で本当にありがとうございます。はい、もう口もカサカサになってしまって、人生いろいろありましたけれども、あの音楽はきっと皆さんの背中を押したり勇気づけてくれると思います。今日はちょっと家からお鍋を持ってきまして、お鍋を叩いちゃいます。どうぞ聴いてください。
ベマで使って演奏させていただきました。では次にお届けするのは皆さんもよくご存知だと思います、ふるさと。ご存知ですか？この曲は今から100年前に作られたそうで、尋常小学校の唱歌として発表されたそうなんです。100年も歌い継がれてるってすごいですよね。皆さん100年も生きて見える方は見えませんよね。そんなこの曲を私たちが心に響くように、このさっきご紹介していただいたアンデスの音色に、お、アンデスを使いますね、アンデスの音色で鍵ハモを使って演奏させていただきます。よろしければ皆さんぜひ口ずさんで一緒に歌ってください。はい、皆様いろいろお聞きいただいてありがとうございます。どこで喋ればいいかわからない、私向こうだ、はい、ここで喋ります。はい、いよいよなんと最後の曲に、最後の曲になってしまいました。皆さん今日はちょっと後ろの方はお暑い中ね、あ、もうでも前の方も日が当たってきましたかね、なんか暑い中、暑いですよね今日、だいぶね暑くなっちゃいましたけど、私たちのねあのステージをお聞きくださってありがとうございます。
鍵盤ハーモニカの音気に入っていただけた方、おー、ありがとうございます。ちょっとね、多分懐かしいような音、音色だったんじゃないかなと思います。ピアノとかね、ギターと一緒にやってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なかなかね、アンサンブルでやってるっていうチームはね、まだまだ少ないと思うんですけど、皆さんもできます。はい、プーとやってこれを弾いたら音が出る楽器なので、とても簡単に音を出すことができたりします。多分、皆さんの押し入れの中にもしかしたら小さな32鍵盤のね、可愛いピアニカがかな、ピアニカかな、みんなのとかね、はい、眠っているかもしれないです。今日押し入れをぜひ開けて、帰ったらですね、一音プーと吹いてみてください。ぜひ、そうするとピアニカが喜んで、ね、音を出してくださると思うんですけれども、楽しくねできる楽器だと思うので、ぜひ皆さんね、私たちのようにチームがやりたいということであれば、碧南この、ね、文化センターの方にあのチームのまあ、どこに連絡したらいいですかとお聞きくださればいろいろね、そうですね、ご紹介できると思いますので、またぜひ皆さんね、音楽いろんな面でね楽しんでいってください。では、あれ Isn't She Lovely をお届けしたいと思います。皆さん手拍子よろしくお願いします。ありがとうございました。Bye.
ありがとうございます。皆さん用意してたようなアンコールとっても嬉しいです。ありがとうございます。アンコールはですね、老若男女みんなが知ってる散歩、さっきねジブリメドレーの中でもありましたけど、この散歩っていう曲を最初から最後までやりたいと思います。1番を2回通り歌いましょう。歌ってみませんか。お願いしますね。あ、そして私2回目は手話に挑戦したいと思いますので、知ってる方一緒にどうぞ